力してください。ウェルカム。ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、
最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
どうもアッキーノっていうか私シラミネノキアちゃっ遅いよこんな危ない場所でブルーボックスはまだ来てますよ来てますが何かちょ信じられます？あいつさ俺あいつそういうとこあんだよね自己中的なイケメン大体何白い少年の幽霊噂っていうか電脳空間で幽霊恨めしいどうしようちょビビりすぎだってのなんだ新たじゃんただのあったくチキンのくせに生きがってこんなとこまでそのこんなとこああうっつーか初めてだよな真田新ただま、ちょ自己紹介もう分かっちゃってると思うけどこれがブルーボックスの中の人だよなんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れるわ私もこっちで初めて会った時マジビビったほらイケメンの無駄遣いアホは放置でたでオタク俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思え幽霊探してたんじゃなまそのついでにな結局どっちそれどころか一っ子一人やあやあお待たせナビット君だよこれは世界をかええハッキングだ俺たち全員俺のウォールを簡単に突破しやがったで、最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングねえデジモンってああオタクが興味しふーん特定のデータでやっぱでええデジモンってじゃあそう言えなくもないかもなまいいじゃん別にはやだやだやだいらない あれアンインストールやめとけプログラムにプロテクトがかかる